や？ん？おや？どうされました？世に言う弾きにくいギターと言われてるギターですが、違和感がそんなにないですおお、面白い。あのね、チューニングしやすい。チューニングしやすいんですね。チューニングしやすい。まあ、確かに揃ってますからね、向きもね。うん、ね、あの、これ発見だわ。チューニング超やりやすいわ。みんなこれにすりゃいいのにって思っちゃって。手をさ、こうやって折り曲げなくていいんだよ。確かに。チューニングしやすいわ、本当に。これは、私はちょっと初体験ですよ。お？なんかここ、ミニマムにまとまってますね、ここにね。うん、コントロールがね。ね、ミニハム？弾きやすさったら、ね、すんなり来るな。うん。しますね、ロックの音本当にロックの音しましたね、これとそしてね、また歪みはこれですね、ジミー・ウォレス、これはすごいな、うん、来ましたよ、はいおお、重くめ、比べてみます、ファイヤーバードからのめっちゃいい、すっごいのが来た。そしてこのヘッドの、おお、ウェザーチェック。おお、おお、うん、どうですか？意外と収まり、収まりですね。おお、なんかクラプトンが使っただけだってなんかこう弾きやすいのかもしれない。どうなることやら初めて弾きますなんかまた違うねやっぱね、うん、なんか出力強いのかな、ね、うん、パキンってきますね、きますね、どういうこと？トーン、ワントーンなんですかね。そうです。ボリュームか。
弾きやすいのかもしれない。これ、うん、見た目以上になんか、しっくりくるかも。うん、これあれなのかな、コリーナの音なんですかね。なんかこう、コリッとした感じの。すごいですね。なんかその、歪みにアタックの音が負けてないですね。うん、すごい。これはなんかまた、違うね。おや、コリーナ三兄弟。うん。やばいなの来た。ああ、かっこいい。コリーナのフライング V です。うん、これさすがにポルノのね、ハルイチさんがメインギターに、このジミー・ウォレスのコリーナ V を使ってくれてるっていうのがあって、まあ、大人気で、毎回、欲しいっていう人が殺到しちゃうんで、いつも、このコリーナの V に関して抽選にしてるんですね。へ、はい、買いたい人っていうことで募って抽選にしてるんですけど、うん、はい、今回特別にこの1本はギタラバに展示してですね、早い者勝ち、現地早い者勝ちで欲しいっていう人が早い者勝ち、もう買って帰れるという予定でおります。おお、初 V すごいな。小川さんが V 持ってるとこ見たことないし、斬新ですね。もうどうやって弾いていいか分かんないもんな。もうこうなっちゃうもんな。まあまあそうっす。座るならそれしかないです。絶対にやばいっしょ。おお、何これ。どうやって弾いていいんだろう。持ち方は分かってない。こうやってやるのかな。挟むのかな。お行儀のいい感じになってますよ。お行儀よくなってます。内股が鍛えられる。内股が鍛えられる。うん、こう、なんかこう、こういう感じ。ああ、そうかもしれない。はい。こういう感じか。うん、あ、これはなかなか弾きにくいかもしれない。ここにやると、いつもの感じにならない、ね。分かってきた。掴んできた。そういうことか。ジャズ弾くな。ああ、いいね。
いやこれでもなストラップつけたいこの辺で弾きたい。もうここに来てすごいのが現れてきた。ちょっと次はね、珍しいギブソンのギターなんですけど、世界にちょっとこの1本しかない。ジミー・ウォレスが、ジミー・ウォレスって実はギブソンにめちゃめちゃ顔が利く人なんですね、はい、ジミーがギブソンに特別にオーダーして作らせた1本で、はい、まずこれコリーナなんですね。あ、そういうことなんだ。でさらに、うん、びっくりよ、トップ材がですね、うん、アッシュなんです。うわかっこいい、何これ。しかもトラメが出てるっていう